冴島さん、最後に俺に一つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思ってんのか。それで迷ってんねやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。そやけど、親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道ちゅう生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道ちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。はい、頑張るんやで。